はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがひらひら岡さん。ひら岡、惜しい。ひらひら岡って潰しちゃいました。あれ、潰しちゃいました。ひら岡さんをいやペラペラペラの神みたいな、ね、ペラペラにしちゃって。ああ、ひらひらって俺、はい、あのエルマタマタドールのね、闘牛士の。ああ、俺のひらひら。そっちの、いやいや、イメージしてる。ひらひらしてる。あ、僕はそう、こう落ちてる。ひらひら、あ、ちょっと違う。ああ、闘牛ってこと。じゃあ闘牛だから三森君、この場合。まあまあまあ、確かにね。好きな色逆やからあかんか。まあ確かに赤と青、赤、うん、まあ僕赤も好きですけどね。黄色は、黄色は好きですね。黒は、黒も好きです。阪神好きなんや。いや違いますって。何すかそれ。誘導アキネーターみたいな。何すかその誘導の仕方。アキネーター。いやいや、こうやんないでください。カメラの向こうで。こうもうアプリのやつじゃん。アキネーターから。まあとりあえず平子さん、平子です。すいません、お願いします。はい、ということで昼動画になるんですけど、はい、もうちょっとさっきの雑談部分ちょっと拝借させてもらって、あの、はい、アキネーター、アキネーター、あれ一応僕らもうお笑いコンビとしてやってるんですけど、はいはいはい、お互い出てくるらしくて。おー、別々で、はい、そうです、そうです。へえ、すごいな。まあ僕は、まあどういう誘導わかんないですけど、うん、とりあえず最後の決め手の方になるやつっていうので、うん、その人はクワガタカブトムシたくさん飼ってますかっていう質問があるらしくて、まあいろいろね、あれは質問でこう大枠をどんどんね縮めていって、最後その向こうがね、ランプの魔人みたいなやつ、そう、魔人みたいなやつがクワカブいっぱい飼ってますかって質問してきて、はい、いいえでね、はい、はいって答えたら、じゃあそれは三森大輔さんですって。そうです、スタジオっぽい三森大輔って出るらしいです。すごい。でちなみに相方の方はテレビでいっぱい噛んでますか、はい、って奥村さん。そう。そしたら、はいって押したら出てくるらしいです。いや、他にもいるけどな。まあね。まあそれまでの質問で、そうですね、多分芸人ですかっていう、はい、多分大枠のね、多分あるやろな。そっから多分、なんか結構進んでいったと思うんで。まあ的中率 99% ぐらいって言われてますからね。そう言われてるんで、よかったらちょっとやってみてください。はい、はい、そう、ちょっと余談でしたけども、こっからはもうクワカブの部屋ですから、はい、まあ昼動画ということで、はい、僕が購入した高額種ランキング、ベスト3の番外編後編をやります。おっ、はい、すいません、こんな刻んじゃって。まさか本編より話数が多くなる番外編。本当にすいません、本当に。すいません、ネギじゃないんだから言うとりますけど。いやいや、そんな刻むじゃない。あんな細かくないって。いやいや、ありがとうございます。シャープ100までいくの。いやいや、刻むな。なんで、今回は一応6種発表する予定の3種を前編で発表したんで、はい、残りの3種を紹介しようかなと思いまして、はい、まあその前編は一応概要欄に載せとくんで、よかったら見てください。本編もね、はい、概要欄に載せとく。そうです、ね、そうやね、はい、番外編だけじゃなくて、あくまでもやっぱ本編ありきのやから。確かにそうですね。本編も載せとくんで、はい、ぜひ見てください。見てください、はい、ということで早速いきましょうか。はい、ちょっとね、なんて言えばいいんだろう、金額の部分低いやつから行こうかなとは思います。はい、はいはいはい、今回もね、はい、ちょっと難しいところではあるんですけど、うん、まず1種類目、はい、ラティオキナティブスコクワガタ。もともとオオクワガタって言われてたやつ。あれ、コクワガタに変わった。コクワガタに変わったっていう。そう、ややこしい。なんかね、まずそもそも名字の部分もめちゃくちゃ難しかったし、確かにサイズはすごいちっちゃいけど、種類としてはオオクワガタっていう種類でしたね。だったのか、でもコクワガタです。コクワガタになって、8年ぐらい前かな。へぇ、チベットのなんか、まあ見た感じ、うん、ちっちゃいオオクワガタみたいな。そう、見た目の感じは確かにそう、わかるけどね、オオクワガタって感じですね。ただね、これね、写真で見た感じだと伝わんない部分もあると思うんですけど、うん、横から見た時の、なんていうんだろう、体感は厚みがすごくて、結構分厚いんですよ。分厚いの。その体も分厚くて、顎の部分もちょっと上向いてる感じというか、その中の歯が、はあ、この何、真ん中の歯がこう横を向いてるっていうより、こう斜め上にこう上がってるっていう感じで、なるほどね、より立体感増してる感じに見えるんですけど、うん、そう、これが福袋に入ってたやつで。ああ、なるほど。だからそのペアの正式な金額っていうのは僕が購入した金額じゃなくなるんですけど。なるほどね。ただ一応その当時、まあ今年の福袋か、1月の、はいはいはい、2020年1月に買った福袋、はい、が、20万円の福袋で、はい、これが一応ワンペアでだいたい20万円ぐらい。ああ、する
だから本当だったら購入ランキングにも食い込むぐらいのレベルなんですけど、うん、けどまあ福袋で購入して、はい、まあいろいろ他と合わせて20万円、20万円でっていう感じになってたんで、うん、まあ番外編に入ったと、入ったっていう感じなんですけど、ただねこれネックなのが、そのあんまり産卵、その幼虫取れてるの取れてないの、うん、みたいなのがあんまりまだあの明確じゃない、はいはい、あんまりツイッターとか、まあ、ネットで見かけないような種類なんで、なるほどね、ちょっと僕の中で抵抗あったというか、うん、難しいのかな、そうなんですよ、ね、だから去年、まあ、YouTube やるのもあったんで、うん、まあ、コクワガタ好きなんで僕、うんうん、そのブラナウンコクワガタっていうのがいて、うん、それを買ったんですけど、はい、それもまあでも8万ぐらいかな、ほうほう、8万ぐらいで買ったんですけど、うん、余裕で産卵失敗して余裕で失敗、圧倒的500対0、コールドにしてやってくれよ。いやいや初回で500-0 初回で初回でならまあ、ね、初回で500-0で分けて、そういうのもあったんで、ちょっとコクワでこう産卵あんまりその取れるかどうか分かんないみたいなのが、苦手意識 あるもんね、はい、ちょっとまあまだなんだろうな、ちょっと怖かったっていうのもあったんですけど、まあ福袋だから、うん、福袋に入ってくれてたおかげで、はい、こう飼育することができたっていう、まあそうよね、種類、その自分からなかなかやっぱ動かへんもんな、はい、そこは、そうですね、ちょっと抵抗、まあ20万っていうのもあるし、うん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 、っていうのもあったんで、まあ福袋に入ってたから変えたっていうのはあるんですけど、うん、そのコクワの中でも、そのコクワのイメージって、まあこれが顎ハサミだとしたら、はい、ここら辺に、うん、突起がある感じのイメージ、なるほどね、なんですけど、コクワガタ系でたまにこうちょっとオオクワっぽい顎、先端にこう2つ分かれてるっていう種類がいるんですよ、はい、その国産のやつでも、僕が飼ってるやつだと、その八重山コクワガタとか、うんうんうん、っていうのがいて、そういうのもちょっとオオクワっぽいコクワガタみたいな、はいはいはい、特徴としてね、そう、それすごい好きで、あーそうなんや、はい、そういう種類が、そう、その中でもなんかこう、なんか光沢感のあるやつ、うんうんうん、だから高級感はやっぱあるなっていう、はい、そう、金額も相まって高級感あるからすごい好きなんですよ僕、高そうなやつが好きなの、高そう、そうだからダイヤに6本足ついてたら俺絶対買う、いやいらんてダイヤだけでいって足切れよってなるし、いやそんなむごいこと言わないからさ、てかね、なんかその光沢感がねまたいいんで、こうコクワの中でも違った感じで見える種類かなっていう風に思うんで、はい、その今後多分産卵セットも実は組んで解体してるんで、あ、なるほどね、まあ動画ももしかしたらこれより先に上がってるかもしれないですけど、じゃあもう現在進行形で、そう、上がってるかもしれないんで、はい、それも概要欄上がってたら載せときます、はい、はい、ぜひ見てください、はい、まあ、これがまあ一応番外編の1匹目、はい、2匹目、はい、ボードコクワガタ、あ、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっけえよ、ちょっとどっちかって言ったらまだ日本のコクワガタに近い感じかな、の顎がね太い、うん、普通のコクワよりな、あそんな感じだったな、はい、だからなんかちょっと強そうに見える、強そう、結構かっこよかった、コクワってこう華奢な感じのイメージなんですけど、うんうんうん、サイズで言ったらもちろんコクワガタぐらいの感じ、40ミリあるかなぐらいのやつなんですけど、うんうん、意外とこれ写真見づらいけどもうちょっと赤っぽいんですよ、へー、色味がワインレッド風な感じもかっこいいし、これも福袋なんで、僕が購入した額はそのさっきのラティオキナティブスの福袋に入ってたやつ、同じやつね、はい、だ20万円で購入した中に入ってたんですけど、はい、2018年かな、うん、2018年のやつで24万8000円、うわー立派、それがでも入ってんやな福袋に、入ってました、だから50万円相当みたいな感じで書いてたんで、すごくない、めちゃくちゃ還元してくれる、めちゃくちゃお得、最強の福袋なんです、三鷹福和さん結構高いのまではあるんで、50万円とか、ああすげえな、そう、まあそれにそれの倍ぐらいの額入ってますっていうやつだから、50万円あるんだったら50万円のやつ買いたいなってぐらい、いやすげえわ、そうすごいですよね、福袋って楽しいな、いや楽しい、最高なんですよ、特にクワガタカブトムシの福袋って、うん、ちょっとなんだろう、福屋の、うん、福袋と違って基本的に明記されてるんで、あ何々クワガタ、はいはいはい、何々クワガタ、何々クワガタが入ってますみたいな感じ、はいはいはい、それかまたは、何々クワガタペア、または何々クワガタの幼虫3匹みたいな、なるほどね、2択とかぐらいしかないから、そのハズレがまずない、
なるほどね。し、まあ、外れがあったら困る部分もあるから、多分、うん、この種類は買えるけど、この種類ちょっと買えないよ、みたいな。うん、その気温の問題で、うんうん。っていうのも出てくるから、多分、そういうこと、ね、記入されてると思うんですけど。はいはいはい。そう、服の場合は M サイズぐらいしか書かれてなかったりするじゃないですか。確かに。そう、帽子、まあ、一式入ってます、みたいな。はい。そこと違うんで、やっぱもう、福袋といえば、もう、クワガタカブトムシっていうのが、僕の中では一般的。あ、そうなんや。福袋で買うやつ。もう、でも確かに、お得感。そう、あるよな。お得ですね。どの福袋見てもなんかそんな感じするわ。あ、そうっすね。だからすごいよな。今年も結構買いましたけど、ランバージャック、ビートロン、うん、ミカカブクワ。はい。そう。クワプラさんはやってないんで、福袋は。あ、そうなんや。福袋はやらずに、なんか、その、巣大特化みたいな。はぁ。感じでやるんで。へぇ。そう、なんか3店舗ともやっぱもちろん、まあ倍ぐらいの入ってたりとか。するんで、そう、福袋はちょっと気にかけてほしいですね。もし知らない人がいたら、ぜひ、うん、多分知ってると思うけどな。並びもすごいけどな、はい、やっぱり並び、その福袋購入するために並ばれる人も、あ、すごい人ですね、みんな。すごいな、やっぱり賑わってましたね。賑わってたな。まあ、ウォードコクワ、はい、これもまあ、クワプラさんに入ってて、はい、そう、それはまあ僕も気づかない間に売り切れてたんですよ。ほう、それが24万とかだったと思うんですけど。なるほどね。売り切れるんや。速攻やっぱ売り切れますね。そう、欲しい人からしたらな。いや、もう喉から手出るほどみたいな。もう出したんやろな、だから喉から本当に。いや、何本か出したと思うんですよ。2、3本出したんだよ。いや、本数じゃないから1本でもやばいんだから。いや、だから本当に、まあ欲しい人は欲しい、まあまあ、クロート向けかもしれないですけど、産卵セット組んではいるんですけど、うん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 、そう、それもまた動画には上げさせてもらいます。はい。これが2種類目ですね。はい。ついにラストですよ。長かったですね。長い。ここまで来るのに、2年半か。いや、違います。1時間半です。あ、1時間半。長っ。まあ、長いけど。確かに。げ大学の授業分話してるってこと。そう。そう考えたら長いですね。ラスト。はい。ブケファルズ・オーズ・クワガタ。頭でかっ、頭でかいです、オーズ。そうなんや、はい、やっぱオーズってどの虫の種類にもやっぱオーズなんちゃらっているね。そう、いますね。ハチマルもオーズあり。ああ、そうですね、あれも頭でかいです、ね、頭でかいから。そう、そういうやっぱオーズ系っているんでしょうね。それと同じ感じで、はい、ほんと頭でっかい。バランス悪い、もう可愛いけどな。そう。これがサイズどんなもんだ。でも30ミリぐらい、30、40いかないぐらいかな。頭でっかいんですけど、これね、うん、その背中もすごい綺麗なんですよ。はあはあ、ちょっとまあ薄いオレンジって感じ、はいはいはい、で、まあ先にじゃあ金額言いましょうか。はい。これ購入した金額22万6000円ですね。高いけど、めちゃくちゃ高いですよね。ちょっと待って、はい、本編の3位、ね、本編の3位が17万6000円とかで、今回本編第2位が18万円。あれ上回ったよ。本当はこいつが第2位でした。なんやねんそれ。忘れてたってこと。忘れてました。かわいそう。いやいや、忘れてたっていうか、うん、まあ、順位のちょっとずれちゃってましたね、うん、勘違いしてました。勘違いしてた、はい、こいつも14万ぐらいだと勘違いしてました。いやいや、全然2位やったんや。そうなんですよ。っていうのも、まあ、言い訳の部分で言うと、はい、2回これ購入したことあって、うん、2回目が14万だったんですよ。2回目が14万、はい、あー、なるほどね、うん、2回目の金額だけが頭に残ってたんや。 そっちに残ってて、それがまあ去年購入した金額かな、はい、うんうんうん、だったんですけど、それより前に、これも2018?17 かな、うん、ぐらいですね。だから3年ぐらい前に購入したやつ、はい、22万の買い物して忘れるなんてないで。いやいやいや、まあそうですけど。ない。いや、もうこの時期すごかったんで、光学習を、はい、そうですね、いろいろ、そう、グランディス、まあヒナカブト、グランディスコフキカブト、はい、あれを購入してからの光学習を買う頻度がすごかったんで、ね、そうだね、初に、はい、初10万超え、10万超えからか、はい、うん、あとはもう最強のクレジットカードっていう魔法カードを3枚手に入れたんで、もう無敵だったんですよ、僕。3枚な、だって禁止ギリギリいっぱいまでな。はい。もう、そう、上限まで。そう、上限までやって、フルで使ってた。あと、分割払いっていう方法を知って。効果、はい。効果でな。効果がめちゃくちゃ良かったんで。ああ、そうか。そう、だからこれも初めて入ったのが、
多分2016とか、うん、グランディス古吹兜を購入して数ヶ月後ぐらいにこいつが入ってきたんですよ。うわ、おすすめスペアで。やばいな。でもそんな高いやつ買った後にそんな入ってきたら。そうなんですよね。でもうなんか奇妙で、しかも僕好みの小型種 で、うん、小型でそう色もついてて、なんか見てくれも、うん、頭でっかち、まあ、かわいいしな。そう、もうキテレツな感じ、うん、面白いもんな、はい、これが入ってきて、まあ、これも、ランバージャックで、ま、オーナーがその面白いやつ入ってきたよっていうので、うん、そう教えてくれるんで。すごいね、はい、そこのパイプ。本当に仲いいんですよ。もう、うん、だこっちで昆虫飼育始めて、もうランバージャックとずっと、よくしてもらってるんで。すごいね。まあでもそう、ランバージャックももしかして販売もしてたかもしれないですけど、うんうん、販売してたけど、うん、購入した人が標本として欲しいっていうので、はあ、その繁殖じゃなくて、はあ、っていうのがあったから、もう標本として保管してて、うん、冷凍庫かなんか冷蔵庫かな、はい、かなんかで保管してて、それを見させてもらったんですけど。なるほどね。そうだから生きてる状態では当時見れなくて、はい、その時に言ってたのがでもやっぱ50万円ぐらいって言ってましたね。なるほどね。当時ではいやもう50万、はい、翌年22万でも安くなったとはゆえ、はい、そうですね。いやで本当にいいよ。高かった。そんな記憶のやつ忘れるなよ。いやいやいや、そうやめてください。最後の最後に。いやまあまあ確かにね。いやでもね、ちょっとその前に一回、実はそのこいつをあの教えてくれた次の年、うん、幼虫が生まれてくるじゃないですか、うんうん、どっかからその買った人とか、うん、ランバージャックも幼虫いて、あ、はい、その幼虫が3匹で21万だったんですよ。えぐいんじゃないですか、3匹、うん、成虫になるかもわかんない、うん、で、だから売ってたけど、で、僕も買おうかめっちゃ迷ってて、うん、その当時買おうか迷ってるんですよっていう話をしたら、あのランバージャックの人が、うん、いやでも結構まだ分かんなくて、その成虫、意外と幼虫がめちゃくちゃ弱くて、はあ、成虫になれるか分かんない状態だから、うん、結構リスクでかいよみたいな話をしてくれて。なるほど、そういう情報もくれるんやな。そう言ってくれて、うん、まあ多分それはまあ基本みんなに言ってるでしょ。まあまあ多分そうやろね、はい、まあ、それも分かった上で購入するかどうか決めてね、うん、みたいな感じで、でめちゃくちゃ迷った結果断念して、うん、はい、まあ、怖いもんな。そう、怖いし、うん、しやっぱもう元からこう成虫からこう幼虫を取ってっていう僕のまあ言ったらルーティン的な部分、そうやもんな、もう覆るんで。そもそも成虫からや、ね、そうなんですよ。だからまあただまあ幼虫じゃないと買えないんじゃないかっていうのでめっちゃ悩んだ結果、まあ一旦もうやめて、はい、まあ来年も入ってくるか分かんないけど、うん、まあそれ入ってきたらいいなぐらいの、うんうんうん、感じで待ってたら、ミカカブクワさんの方に入ってきたんですよ。はあ、そこでもう絶対買おうっていうので、そこを買ったのがこれですね。はい、22万。ランバージャックにそんだけ良くしてもらった結果、別の店舗で購入するっていう。ああ、で、忘れ。いやいや、まあまあまあ。許されへん、こいつは。犯罪者です。猫みたいですね。これは。猫みたいですね。今、アップにします。いや、いいですよ。僕、アップできるんで、アップの技術持ってるんで。そうか。はい。はい、そう、そこで購入しました。なるほどね。そしたらあの実はランバージャックにも入ってきて。ああそうなんや。しかも結構大量に、5ペアぐらい。ああでもまあ、まあ、でもそれでも多い、うん、入ってくるかも分かんない状態で、うん、だったんで、だったから、うん、でアウストラリスオオズクワガタっていうちょっと黒っぽいやつもいるんですよ。はあはあ、これのまあ見た目的に言ったら色違い的な雰囲気のやつ。へえ、別種。はい、その別の種類なんですけど、それも入ってきて、まあ、ペアも何ペアか入ってきたんですけど、うん、メス単品も結構入ってきて両方、はい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 、だからランバージャックの方ではまあもうこれペアはもう買ってるんで、うん、メスだけ、はいはいはい、を、ブキュファルスを1メスと、はい、アウストラリスオオズクワガタを2メス購入して、うん、はい、それで24万とかだったかな。なるほどね、はい、うん、3メスで。そうですね、だから1メス、まあ、8万ぐらいぐらいの感じ。それをちょっと負けてくれた印象ですけど、そう、消費税か、消費税分ぐらい負けてくれたから。あー、でもまあでも結構いい額負けてくれて、まあまあ、そう、そこも含めだから結構だ、なんだかんだでこう大付けにその年
何十万40万ぐらい使ったっていう。すげえな。そう、俺の人生に大漬けに10万を超える買い物はないと思うからな。いやいや、まあまあまあ、そうですよね、うん、そりゃそうですよ、大漬け。いやいや違う確かに僕大漬けって聞きなじみないですもん。 そもそも大漬けって言われたって思ったわそう、なんか結構思い入れあったんですよ。まあもう実は思い入れあったんやったらなおさら。まあそうなんですけどね。まあまあまあ、こうしてだからまあ番外編でね。あ、はい、ちゃんと最後に。そうだから言ったらもうこの企画の大取りですから。まあまあ、はい、もしかしたら本編、まあ本編やったら2番手扱いやったので、ね、はい、そうですよ、番外編になったことで。そうそうそうです。いやいや、そう、今素晴らしいです、ね、この波逃したらやべえぞって顔してたの今だって顔してたまさにそう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 、いい流れが来たぞそう、だから完全にだから、うん、AKB の選抜入りの16位なのか、うん、なんそれの下のアンダーガールズみたいなねの1番手、うん、1位なのか、はい、だから17位と16位でどっちがいいのかっていう話、うん、そういう、うん、そういう論争みたいなのあるじゃないですか。そんな広い話まで行くこれ、はい、そういう感じでもあるんでね、はいはい、まあまあそうだね、はい、結果今回の方が多分長く語ったことになる。そうですね、ゆっくり話せたんで、はい、逆にこう前編後編分けられたおかげで、うん、はいはい、まあそれ両方見てる方どれぐらいいるかわかんないですけども、そうですね、はい、ゆっくり話せて、まあ、後編だけ見たって方でもしかしたら前編も見てくれるっていうこともあるかもしれない。ぜひお願いします、はい、だからまあこの大津桑形が、実質第2位でした。はい、はい、本編の中でも第2位だ、ね、第2位でしたね、総合的に第2位だったと。はい、これも幼虫ちゃん140匹ぐらい取れて、おおすげえ、はい、まあメスもたくさん抱えたのも功を奏して、まあよかったね。でもよかったですね、うん、ただねその2代目、うん、だ子供たちが成虫になって、うん、結局オスもメスも合計多分家に残してるので8ペアぐらい残して、ただオスがめちゃくちゃ生まれちゃったんで、あそんなにそのペアでっていうのはあんまりなかったんですけど、8ペアいて、うん、幼虫3匹しか取れなかった。へえ、2代目で、ね、2代目がうわ、140から始まったのか。結果的に難しいんだよな。でその幼虫も結局星になって、へえ、類大1回途絶えたんですけど、全部、うん、オスもメスもめちゃくちゃ長生きしたんですよ。おう、その初めてこれ購入した時は、はい、オスもメスも結構1ヶ月以内に死んじゃったんですけど、うん、死になったんですけど、どれぐらい半年ぐらい生きて、へー、だから僕の 今での予想はやっぱそのしっかり交尾できてなかったんじゃないかな。なるほどな、はい、だから3匹ぐらいしか取らへんかった、はい、エネルギーを残してだから寿命も長かったんじゃないか。そうです、しかもまあその3匹取れたやつもだけ結構早めに星になったんで。なるほど、だからまあ多分しっかり交尾できなかった、ちょっと広すぎたかなという、その交尾させる期間が短かったというか、まあ次この失敗を生かしてね、はい、そうですね、まあそこの失敗を生かした結果去年、うん、まあ幼虫自体は15匹ぐらい取れたんですけど、おまあでも少なかったですけど、その、まあ、ビギナーズラックだったんだなっていうのを最初はね改めて思いましたけどね。難しいな、難しいですね、どんな毛野郎が、はい、発見があって失敗があって、ありますね、すごい、ね、一生やめれないですよこんな。まあまあそこまでいったらもう、はい、後の道なんて毎回ないもんな、まあまあそうそうっすね、一歩踏み出すことに道切れててんもんな、はい、確かにブロックみたいなもんですから、ね、そうやね、落ちるそうだからまあそれもその幼虫たちももうそろそろ浮かしてくると思うんで、うん、はいはい、また、夜の方の動画でいずれ上がると思うんで、うん、ぜひチャンネル登録して待ってもらえると嬉しいですね。楽しみにしてください。ということで、まあ、まあ3本にわたっての撮影を、やっていただきましたけど、どうでした、はい、いやいやいや楽しかったよ、はい、ああよかったです、まあ、金額がね確かにやっぱド派手で、はいはい、そういうの聞いてると楽しいし、確かにそうですね、うん、200万近く使ってるってことですもんね。いやトータルでマジでもっといってんじゃないの、200万ぐらいか。いやいやいやいってるか、いや大丈夫ですかいやいや、そのどれだけ、はい、確かにね、まあまあ200万、まあ、100万は150を超えてる、ね、まあそうですね、まあ平均20だとして、うん、で、まあ、180ぐらい、うん、そうか、
まあ、約200万ぐらいなんだかんだ、まあ、紹介しただけで行ってて行ってるって感じ。いやすごいよな。確かにめちゃくちゃ使ってますね。めっちゃ使ってるで。いやまあそのもっといるからさ。まあそうですね、だいぶその高額種だけで、しかも番外編含めて、はい、まあ、だけでだからな。そうですね、もうちょっと俺に美味しいもの食べさせてよ。いやいやいや、ほんとそうはならないですよ。還元してよ、はい、俺に。うまいつ今度おごりますよ。あやった。あれ美味しいですか、うん、海鮮丼。海鮮丼、海鮮丼ね、オッケーです。はい、安い海鮮丼あるんですよね。美味しい、美味しいのだ。そう、コスパがいい。最強のやつだ。最強のやつ。量も多いし。量も多い、すごいですね。あそこうまいし、量多いしで安いっていう。安い、すごい。牛丼屋みたいな。そうだよ、海鮮丼屋が、海鮮丼屋があるんでね。ここら辺に、はい、まあそこもちょ、まあ次、はい、海鮮丼のランキングも発表して。いや、どうだ、チャンネル変わるわ。まあこういう系の、はい、まあ、ランキング動画もうこっから、上げていこうと思ってるんで。そうやね、はい、ちょっと楽しいわ。他にもよかったです。こういう感じのランキングね、いろいろできちゃうもんな。そうですね、うん、あとはまあぜひ なんでこう、まあ、こういうランキング形式良かったなっていう風な、そういう風に思った方はぜひ高評価も、押してもらえると、うん、ああやっていいのかなと思えるんで。あとこういうランキングもやってほしいとかのね、はい、そうですね、いただけたら嬉しいですね。嬉しいですね、はい、そう、飼育して良かったランキングとか、うんうんうん、そういうのやりたいなと思ってるんで、はい、ぜひぜひコメントの方もお待ちしております。はい、はい、そんな感じでこの後18時45分の動画上がる予定なので、はい、そちらの方もぜひ見てください。はい、ということで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。